こんばんは急に始めて突然黙って急に喋る、それがサチ。こんばんは。今日も一日お疲れ様です。ちょっとリップ塗ってなかった、忘れてた。リップエンディ、リップ塗り忘れちゃった。腰が痛いんですよね。口だけ塗ってない今日は。やば、全然色ない。色ちょっと薄いねじゃなくて色がない。今日メイクいい感じ。スティッチありがとう。えいこいありがとう。あぶ、変な画角でしたね今。ふふふふふ、ないんですよ。こんばんは、こんにちは、来てくれてありがとう。なんとね、今の配信今日はね15分ぐらいの予定なんだけど、なんで15分かっていうと、最近ちょっと寝落ちしてること、寝落ちが多くてすごく悩んでるんですよ、その寝落ちすることに対して。そうだから寝落ちしないために今有効活用中。なんていうの、もうそっちの日本語って本当に国語辞典かっていうの。だからお風呂を溜めてる間の配信をしたかった。そう、ご飯食べると寝落ちしちゃう、いつも。でも今日はそうしないように頑張ってる。でもね、原因はなんか原因ちょっと頭にあって、多分昼ご飯食べてないんですよ最近。夜にがっつくから、がっつくって言っても普通の量なんですけど、夜に食べるから、そう血糖値が上がっちゃって、上がりすぎて多分眠くなってるのかなと思って。しかも寝落ちした日ラーメン食べてるんですよ。あ、嘘だ、いや違うわ、違う、ラーメン食べてない日も寝落ちしてるから違うわ。そう、本当に3食ちょっとずつ食べたい、それが一番いい本当に。どうしたいです。だから今日はひこしさんにもらったバブを入れてゆっくりお風呂に入って寝て、明日に備えようと思います。メイクを落とさないとですね。本当にさ、メイクを落とさずに寝落ちした日とかもう本当に絶望的なんですよ。もうそう、もう本当にもう無理、もう無理ってなっちゃう。そうだからメイクはね、何があっても落とさないとダメなんですよ。
みんなも気をつけてね。メイクはね、バブは何の香り、ラベンダーだった気がする。スポーツ選手みたいな声初めて言われた、スポーツ選手みたいって。そう、でも今洗い物、今日の洗い物終えて頑張りました。サッチーできました。ゆうちたーん、サッチーできたよそう、洗い物頑張りました。洗い物も嫌ですよね、もう。あ、みんな優しい。サッチーできました。嬉しい。洗い物ができないときはみんなに言おうかな。みんな褒めてくれるからね。そう、やった、ゆちたん偉い。ゆちたん熱唱中おもろいゆちたん歌つてるの。ゆちたんも一緒に歌つたい。みんながね、ビス頑張ってますね今。この前ね、お風呂のね、溜めててね、あのなんか歯磨きしてたんですよ。そしたらいつの間にか時間経ったの忘れてて、次行ったらあのもうお風呂から満パンで、お水が水浸しになる直前でした。今はね、15分ぐらい配信する予定なんだけど、もうね、一番 細いのにしてきたの、湯船、ね、だからどうなってるかわからんから怖いです。次行ったらプールになっとるかもしれない。片付けまでが料理です、嫌です嫌だ、片付け嫌い。でも音的にまだ大丈夫な気がする。そう、お風呂にね、しっかり浸かりましょうね。もう腰が痛いからちょっとお風呂浸かる、なんか治りそう。そう、寝落ちって本当に全身って何、全身に悪くて、喉も痛くなっちゃって、寝落ちした、ザチンおバカだから。喉も痛くなったんで龍角散買いました。そう、今日は上半分です。そう、リップを忘れました。あっちにあります、そこにあるんですけど届きません、手が。いや、今日たまたま、多分昨日寝落ちしたからかな、わかんないけど、床で寝てるのでね。寝落ちっていうのは、あの床で寝ることです、私の場合は。そう、今日舞台の稽古だったんですけど、舞台の人に、あの喉がね、ずっとちょっと調子悪くて、で、喉治ったのって言われて、あーでもなんか昨日寝落ちしたらちょっとまた悪くなりましたって言ったら、寝落ちいいじゃんって言われてえ、いいじゃん、どういうことって思ったら、多分ベッドの上で寝落ちと思ったんですかね。私は床です。座椅子が枕で、あの体は床です。だから痛かった。そう、朝バキバキでやばい、上半分で可愛さ100点、うん、最高そう、体がバキバキでやばかったです。こんばん来てくれてありがとう。そうそう、美容院に行きたいですね。そう、そう、寝落ちは次の日が一日休みとかだったら全然いいんですけど、次の日お仕事があるともうそのちょっとね体調が悪いまま行っちゃうからさ、
気分下がっちゃうよね。まあ全力でやるんですけど。上曽川さんやばい。上曽川、そう。下曽川は来ないね。左曽川は結構見るけど。これさ、綺麗に目映ってるかな。そう。ちょっと湯船が不安になってきたよ、みんな。見てこようかな。でも充電もないんだよね。いやマジで腰が痛い。なんでだろう。やっぱ寝落ちかな。これ腰だよね。ここ筋肉が痛いんだよね。筋肉痛かも。違う、今日はひょっこりさちたんです。シップないよ。お湯怖い。普通にね、水道代がもったいないので、ちょっと見に行こ、見に行ってバイバイブーン。待って、全く溜まってなかった。あの水の線が細すぎて。全然いいわ、これはこれで。よいしょ、ただいま。青でこれアップすぎ。全然溜まってなかった。だって15分で。こんなんだ。まあ、いっか、ゆっくり溜めようと思います。やばい、腰が痛い。痛いよ。ではメイク落とすので、45分ぐらい終わろうかな。今床に直に座ってる。痛い。座椅子はね、あるよ、目の前に。でもね、壁でやるからね、いつもショールームは。壁の近くにはね、持って行ってない。眠たいですね。山田くんって誰ですか。頑張ってください。優しい。みんなの応援がサッチーの力です。 Thank you。ちさん、ちすちありがとう。4分の1サッチ。あんなに踊っても筋肉痛にはならん。もうならなくなった。そう、最初はね、入ってすぐとこ、こう筋、あ、うん、なってた。私会いたかったで、会いたかったでね、筋肉痛になった覚えあったわ。そう、会いたかったで筋肉痛になった。うわー、懐かしい、思い出しちゃった。そう、あれ体痛いなと思ったら、会いたかった踊って筋肉痛になったんだった。思い出しちゃった。でもそれから全然全然一回もなってない。すごいですね。そう、会いたかった。最初会いたかっただったんだけど、最初のそう、お披露目、マジのお披露目、4月9日6周年の
会いたかったで、そう初めてのレッスンで、まあ、私もともと運動して来てこなかったから、全然そう帰宅部じゃなくてなんて言うんだっけ文化部だったから、そう全然運動とは無縁だったからね、体が鍛えられてなかったんですよ。そうあとあれかな、ストレッチとか学んだからかな、わかんないけど半分も映ってないすまんね、みんな全顔見たいよね。そうですね、あんまり運動してきてこなかったか、かゆいな。いやめっちゃ言われる、見た目はスポーツめっちゃ運動神経良さそうとかめっちゃ言われるの、残念残念。でもね、なんか今はもうコンプレックスじゃなくなった。あの運動できないの嫌だったんですよ学生の時、で今はなんとも思わない、みんなが笑ってくれて嬉しいポジティブさが増しました。そうえめっちゃバスケ部って言われる、全然です。クラスマッチもうこれ何回話してんのって感じなんだけど、クラスマッチでさバスケしたんですよ。そしたらもう運動できなすぎてなんかかわいそうでした私がえでも1点決めたんですよ、もう大歓声でした。いいあのいい意味か悪い意味か分かんないんですけど、あのサッチーが決めたっていう、もう本当に嫌だった当時は、今は笑い話にできるけど当時は本当に嫌だった、運動できなくてうんみんな、そうオッチェさんはねめちゃくちゃ運動神経が良くてオッチェさんと仲良かったんですけど、あのねそうバスケの練習付き合ってくれたりしたんですけど全然できなかったですそう、えオッチェさんはマジで何でもできます、自慢の親友です。今度会う約束したんですよ、やっとやっとです、やっと会えます嬉しい。去年の1月くらいから会ってないですねオッチェさん。ダンスは運動神経関係ない、えでもなんかそれよく聞くんですよね、よく聞くし、あの友達にもいるんですよ、ダンスめっちゃうまいのに運動神経が悪い子が結構多いです。ウォッチーさんできないことないと思う、それぐらい何でもできちゃう自慢の親友ちゃん本当に、しかも何でもできる基準が高いんですよ、あのもう本当に1位取っちゃうレベルだから、なんか何でも程よく何でもできるとかじゃないんですよね、あ全部完璧みたいな、そうこの配信は多分見てないと思うんですけど、何ができないんだろう、ちょっと考えてみよう、何ができないんだろう、あ思い出した、一個できないことありますよっていうさみんなおっちゃんの話好きなの、嬉しい、好きな人の話するの好きなんだよ。オッチェさ、なんとこれ勝手に言っていい、ごめんオッチェさん、オッチェさんなんと料理ができませんオッチェさん料理ができませんでした、バレンタインになんちゃらこんちゃら、そうそうそう怒られる、なんかもう、まあ、やめとくわ、そうここまでで、そうまあ人それぞれね人権があるので、こういう話はもうなしです。でもまあ話しちゃいたくなるぐらいオッチェさんのことが大好きなんですよ、そう本当に大好き、あの本当に大好き、今なあんまり会ってないけどずっと大好き急に
オッチェさん見てもないのに語り出すっていうね、ごめんね、興味なかったら。マジ大好き、こんぐらい言っちゃうぐらい大好き。そう、ずっと大好きなんです。トゥルルトゥルルトゥル、そろそろ終わろうかな。あ、ショールームのフォロワー4000人ありがとうございます。フォローしてくださってる皆様ありがとうございます。X のフォロワーもちょっとずつ増えてきて嬉しいです。ありがとうございます。3800人今、3866人だった気がする今。ありがとうございます。嬉しい、フォロワーさんフォローしてくださって。さっちのね、最近料理しないんですよやばいよね、最近味噌汁しか作ってない。そう、かぼちゃ入れた味噌汁しか作って、あとラーメン作ってます最近は。そう、ラーメン作って、でもラーメンほんと洗うのが大変。そう、なんかもう最近ね、あの洗うのが嫌だって思っちゃうそうなんですよ。あ、みんな優しい、サチできたよー、みんな褒め待ち、みんな優しいからね。そう、納豆ご飯ぐらいかな最近は。もう本当に決まってる、最近の食事は良くない、見直します。そう、本当に夜ラーメン食べてる。今日まで毎日食べてた、実は。お母さん見てませんように、お母さん見てませんように嘘、お母さんに言ってるんだけど、ラーメン食べてるって最近。なんかもう食べ過ぎてラーメンを毎日食べてるんですけど、ラーメン食べ過ぎてもうラーメンいらないと思っちゃう。やっぱ人って程よくが大事ですよね。あとプルダックはもう鍋につきすぎ、着色がやめてくれ本当にそうだからもうカップ麺で買います。今度やっぱりキャワイすぎる、スチスチ。そう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 、そう調べたのもうとうとう心配になっちゃって、毎日ラーメン食べたらやばいかもと思って調べたら、やっぱ塩分過多になっちゃうからダメですって思って、あのやめました。今日から、今日の夜は何したっけ、あ、今日はね、おにぎりと春雨のサラダとアイス。ん？アイス？さっちアイスはダメでしょ？嘘、アイス食べたんですけど。で帰ってからあの冷凍マンゴーとちくわ食べました。俺は自分のことオッチェさんだと思ってサチアイス来てる優しいで面白い。じゃあサチの親友ちゃんですね、オッチェさんは親友ちゃんのことなんで。やばい、むくんでるのかなサチ。そう、良くないのがね、チーズ買っちゃったんですよ。だからさ、チーズ使う、あのね、チーズとね、韓国ラーメンはね、本当にね、世界でね、4番目ぐらいに美味しいから、本当に。でも一応ね、あれも入れてるんですよ、野菜も。一応野菜も入れてて、キャベツとブロッコリー入れました、昨日のラーメンには。で、おとついのラーメンにも、キノコとキャベツ入れました。
あと小松菜も入れました。そうだから一応野菜は取ってるんですけど、ダメですかね。で、あ、今日の昼はねペヤング焼きそば食べたんだけど、それは野菜食べれてない、すいません。 OK、 いや OK だよね、やっぱ野菜いっぱいだからほぼサラダなんだよね。なんか明太子みたいなペヤングの、そうそうそう、まあ今週だけやから、なんかラーメンが急に食べたくなる週があるんですよ自分って。そうで、めっちゃダイエットに力が入る週もあるんですよ自分。まあ食べたい時に食べたいものを食べて、うん、いやでもそういうわけでもないんですよね。うん、まあ気ままに行きましょう。そうそう、塩分濃度をね下げるために。わ、え、カツ丼ブーム夏、よく覚えてくれてるね。カツ丼ブームは結構すぐ終わっちゃったから。そう、麺類今好きだね。そう、冷麺とかね、コンビニ行くと、あと冷製パスタとかめっちゃ目に入る。うわ食べたいと思って。そう、あとね、そうトマトジュース毎日飲んでますね。そう、カツ丼めっちゃ食べてた時期あった。しかも食べに行ってたよね。やだサッチ、まあいいよ。あ、男女を呼びます、すみません急に。13位卵豆腐さん、12位 NU さん、11位ギルスさん、10位チリンチリン風鈴さん、9位熊野美乃さん、8位石ころ人間さん、7位トンさん、6位大津アットンさん、5位くまねパパさん、4位りょうちさん、3位かたむつりさん、ありがとう。2位はきよすさん、ありがとうきよすさん。そして1位はこうちさん、こうちさんありがとう、 Thank you、 ありがとうございます。いやー45までですとか言ってたのに12時になっちゃった。今日も絶対寝落ちしません、誓います。これはみんなと家族との約束です。みんなそれじゃあ今日も一日お疲れ様。いやー今日も疲れたよね、みんなしっかり休むんだよ。サッチーの配信を12時まで見てくれてありがとね。舞台稽古頑張ってくるよ。サッチはさ、人見知りだからさ、わからん、人見知りかもわからんんだけど、まあわかんないんですけど、はい、わかりません、やっぱなんでもないです。そう、まあみんな元気に明日も頑張ろうね、気をつけるんだよ。でも楽しいです、楽しくやってます。もうすぐ本番なので頑張ります。もうすぐっていうかもう本当に明後日とかのレベルのもうすぐなので。そう頑張ります。皆さん優しくて、そう、サッチーって呼んでくれる、ソガーちゃんって人もいますね。はい、ということで皆さん明日も元気に一日頑張りましょう。ということでおやすみね、しっかり寝るんだよ。バイバイ。ちなみにこれは何て言ってるかっていうと、バイバイを高速で言うとバイバイ、みんなバイバイってそれにハモってるんですね。だからバイバイって言ってます。じゃあみんなおやすみ、バイ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 バ
今59分、あ、あ、バイ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 、12時になった、バイバイ、しっかり寝てね、バイバイ。